すごい綺麗な塔がある。あ、こんにちは。すごいですね。ミルキッズクラブ。ミルキッズクラブの時間だよ。こんにちは、ソーリーです。ちーちゃんです。ソーリー、ラプンツェルのドレス着てて可愛いね。ありがとう。ソーリー、今日はね、じゃーん。この間、大きな段ボールの迷路を作ったでしょ。その段ボールがいっぱい余ってるんだ。そうなの、うん、今日はこの段ボールでラプンツェルの塔を作っちゃうよ。すごーい。前もってじゃん、こんな設計図を描いたので、この塔を作っていきたいと思います。イエーイ。それじゃあ早速作って。イエーイ。最初に段ボールを切っていきます。サオリン、その絵のどこの部分か教えてください。ここ、ドアの部分だと思います。はい、正解です。じゃあ、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 やっほー、ドアです。はい。これが1階で、これが2階で、これが屋根になります。画用紙や壁紙、スプレーで色をつけていきます。はい。顔が乗っかってて引っ張れません。じゃじゃん、やっとだ。あー、タオリの指がずっついてた。はい、いい感じにできました。はい、はい、失礼します。ドアに茶色の紙を貼ります。ちーちゃんがやるまで私は泣かないか。じゃーん、お花を準備したので、この窓の周りにお花をつけていきましょう。はーい。お花晴れました。サオリン、次はこんな風に折り紙を用意したから、レンガの屋根を作っていこうか。部品が完成したので組み立てていきましょう。はーい。じゃあタオリン、これ、はい、持って。あ、うわ、暗い。うわー、さよなら。はい、タオリン、この辺。あ、暗い。暗い。明るいよ。これをもらいます。ありがとうございます。いっぱいお花があって綺麗ですね。ありがとうございます、うん、お花を育ててるんですか。はい、
へえ、お花の店でもあります。あ、お花のお店なんですね。はい。ちょっと窓の上から覗いてみてくださいよ。はい。おお。どうぞ。はい。よし。あ、こんにちは。すごいですね。お花がいっぱいですよ。またお花を買いに来てくださいね。はい、また遊びに来ます。じゃあねー、バイバーイ。バイバーイ。今日は段ボールを使って大きなラプンツェルの塔を作りました。サオリン、作ってみてどうだった？いろいろ作るのも楽しかったね。お花もね、上手に綺麗に窓に飾り付けできたよね。うん、みんなも段ボールでお城を作ってみてね。バイバーイ。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンもお願いします。ご視聴ありがとうございます。面白かったらグッドボタンお願いします。